全国新作花火競技大会は、長野県諏訪市の諏訪湖で、例年9月の第1土曜日に開催されている、若手花火師による花火大会である。諏訪市では8月15日の諏訪湖祭古城、花火大会と並んで、諏訪に大花火大会となっている。諏訪湖では、例年8月に開催される古城花火大会が、一般の花火師が参加する大規模な花火大会としてられているが、 東花火大会は、競技大会であり、出場者は若手花火師に限定され、全国から新作を持ち寄ってその優劣を競っている。優勝者には、経済産業大臣賞が授与されているが、現在、同賞が授与されているのは東大会、全国花火競技大会、土浦全国花火競技大会の3大会のみである。花火師はそれぞれテーマを決め、そのテーマに沿った曲に乗せて、 花火を打ち上げる。花火6つごとにスターマインが1セットずつ用意されている。大会の最後には、諏訪湖の花火大会で名物となっている水上スターマインが打ち上げられる。1983年の第4回森のにぎわい、諏訪明神ふるさと祭りにおいて、日本交通公社の協力により15分間ほど打ち上げられた花火を第1回としている。 翌1984年から競技花火大会の形となり、日本演歌芸術協会会員の約30社が参加して、新作花火を打ち上げ、審査がなされた。1986年には、祭りの名称を第7回森のにぎわい、すわよいてこに解消した。1990年より森のにぎわいという祭りの中で、 スワヨイテコと JTB 新作花火大会が平日開催されるようになった。バブル崩壊により森のにぎわいが終了すると1993年よりスワヨイテコと花火大会は完全分離することになり花火大会は独立した。この年の花火大会の翌日花火サミットインスワコ93と称する討論会が開催され 全国の若手花火師26人や評論家、写真家などが参加した。すると、翌1994年、花火大会は、花火サミットインスワコ新作花火大会と解消し、参加者は若手花火師及び、タイトルとイメージ文、イメージソングが付けられた花火という現在の形式の競技大会になった。1996年より、 全国新作花火競技大会に改称し、通商産業省関東通商産業局長賞及び長野県知事賞の授与を開始、2000年より副大を廃止し、現在の名称になった。2004年の第22回大会からは、優勝者に経済産業大臣賞が授与されるようになった。2020年5月11日、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、 新作花火実行委員会は、第38回全国新作花火競技大会の中止を決定した。なお、これら3章のほかに、主君賞、関東賞、技能賞、特別賞がある。花火大会当日は、諏訪湖周辺で、例年18時22時まで会場周辺の歩行者天国、道路の一方通行化等の交通規制が敷かれる。また、諏訪湖近辺から、 最寄りインターチェンジである。中央自動車道ス訪インターチェンジ、長野自動車道丘やインターチェンジを結ぶ道路は渋滞する。花火大会終了直後は特に車の移動が相次ぐ。施設等の駐車場が無料、有料の臨時駐車場として開放されるが、その数は人手と比べて極めて少ない。また、諏訪湖関越泉センター駐車場は、 歩行者天国内の臨時駐車場となり、22時に歩行者天国が解除されるまで出社できない。中央自動車道諏訪湖 SA での花火の見物はできない。会場もより駅は東日本旅客鉄道の中央本線上諏訪駅である。当日は臨時列車も運行され輸送増強がなされるが、利用者は多く大変な混雑になる。臨時改札口が設けられるものの、 混雑による混乱、危険の防止のために状況により改札止めが実施される。ありがとうございます。